とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新企画やっていきたいと思います。タワーの報酬は完全にランダムですというのをやっていきたいと思います。どんなことかというと、その階層をクリアしますよね。そうすると、報酬が出ます。それをランダムで取っていくっていうことです。クリア前に、上の真ん中とか下の一番左とかそういう風に言って、宣言をして取っていきます。はい、何がついてるかそれは全然わかりません。クリアはしてるんだけどね、アイテムがどこにあるかっていうのは覚えてない。なんで完全にランダムな装備が、つくと思います。クリアできるんでしょうか。まあまあ、とりあえず最初のね、1回2回サクッとクリアしちゃいましょう。今回結構やっぱね、1回から難しいんだよね。やっべ、うわちょっとダメージもらいすぎ、ちょっともらいすぎてるな。 OK、この独特コンボがね、一緒に来るっていうのが嫌なところ。今回の本当にあと2体、あと3体か。はい、おしまい。ではどうしようか。上の真ん中、まあいいや、回復のトーテムですね。回復、まあまあ悪くはないんじゃない、悪くはない。でもこれ早いうちに防具と武器を揃えたいよね。ちょっと待って、これ普通に剣でいくのって難しいんだね。いや俺前行ったか、時計も俺剣でやったかな。よし、オッケーオッケー。あー、ここは面倒な場所だな。よし、あー、もうよし、あとはもう楽勝でしょう。どんどん来るね。ここはやっぱりあれだな、クレイモアの強さがわかるね。あれ本当に良かったんだね。よし、もうちょい、とりあえず2階までは余裕です。この次ぐらいからかな、ちょっときつくなるのは。上の真ん中、風のホルンか。まあ外れではない、外れではないかな。あ、普通に、あ、チャージショット打てば勝てるわ。あ、いいねいいねいいね。で、風も来るんで落とせる落とせる、この辺からポロってやれば。あ、いや落ちないね、落ちる時もあるけどもっていうところが。敵が多いよ。よし、あわよくば落ちてほしいと思うけどね、落ちないね、そううまくは。よし、でもこれで終わりだ。はい、3回クリア。下の真ん中、これかよくねえな。いきます。ちょっとエンチャント、いやー入れようにもなんかあんまりいいのがないな。ないよね。
マルチショットぐらいか。まあまあいいや。オッケー。いざとなったら風のホルンがあるんで大丈夫よ。いけるいける。急にすごい手前に出てこられたとしても、あっぶねえな。やられることはないかな。あっぶねえ。もう少し、うんうん、もう爆発させていこう。 OK。 あっぶねえ。あ、爆発する。あ、だよな。よし、こっち来い。ナイス。落とせ。落ちない。でも終了です。4回クリアでーす。上の武器欲しいな。上の一番左。あーあー、でもまあまあ当たり当たり。プレートアーマー、これは大当たりです。プレートアーマーに、まあまあ、雪玉は入れるわな。いやー、武器で、近接じゃちょっと倒せない気がするので、これでいこう。でも、58本。すげえなー。お、いいぞ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 。いいダメージ出る。こっからちょっと砲台として戦っていこう。いいね、いけるぞこれ。なんだ今の動き。危ない危ない。これ指で全然いける。うん、いや、近接で戦うよりも断然だわ。 OK。 でも矢はねちょっと大切にした方がいいかな。硬い。ちょっと待って、重いのほかやっぱり強いね。マグマキューブが鬼のような強さ。 OK。 よし、いけるもんだ。武器欲しいな。上の真ん中。お、あーあー、うーん、うーん、こっちが良かった。ソーブレードね。ああ、いや、弱体化よりも鋭利だろうな。これだろうね。いきます。結構敵の火力が高い。あ、でも倒せる、全然倒せる。よし。いや、きついね。思いのほかきついぞこれ。よし、とにかく熱くなりすぎないように、戦っていかないとね。おーい、ブレーズの炎をやられると終わるわこれ。オッケー、ナイスパン。いやー、戦い方が地味。うん、オッケー、いけた。ね、下の一番左。あー、剣か。まあいいでしょう。うんうん、なんか最初に戻った感じでね。で、ここはもうもちろん防具だよ。プレートアーマーを上げていきます。で、ボスじゃない。あー、クリーパーね。まあうまく処理していきましょう。そしたら問題ない。あ、ちょっと待って。オッケー、よし、雪玉入ればもうだいぶ安定するね。あ、
剣がいい感じ。ちょっと待って待って、うん、間に合え、よし、ナイスナイス、いいよいいよいいよ、楽勝じゃん。おう、でも雪玉はねすごいわ。おう、いやいや強すぎる強すぎる。では次は9、あー忘れてた、ぐるぐる回すね、ぐるぐる回します。ブレード、これでいきます。あ、忘れないようにしないとね。ボス、いやーそうかー、ちょっと難しいかもね。いや武器には何も入れるやつがない、弓で倒すしかないよこれは。だね、弓で削っていくしかないかな。とりあえずエンダーマンさえ倒せればなんとかなる。おーい、 OK、 あと一発かな。ちょ、しつこくない？当たってね、バカ。違う違う違う、もうよし、全然ダメじゃん。オッケー、いやーこれエンダーセント絶対きつい。あ、ダメじゃん、与えれるには与えれる。うんうんうん、これでちょっと時間かけて戦っていくしかないね。雑魚を呼び出された時がきつそう。おい、もうちょい、でももうちょい、もうちょいよ。ちょっと時間かかるけどいけた。武器変えたいな。上の一番右キノコ、おーおお、正解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 だわ。うん、武器じゃなかったけど大正解です。サンゴブレードか、最弱の武器だからね、これはきつそうだ。まあ掘るんでなんとかね。いやこれ完全にきつい、これ完全に、うーん、積んだかも。ダメだ、リーチが全然足りない。リーチも火力も、あ、全然足りんわ、無理無理、完全に無理だわ。いやー、いやー、あそこでねリーチ短いやつはもう致命的だわ。うわー、せめてなんか弓がね防眼系だったらよかったかもしんないけど、厳しかったですね。まあ、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。